ボール工場あに着きました。誰だ、話しかけた方がいいよな。私もう一度話してくる。なんかあったのかな。ちょっとサナさん無視して先に行くところだった。あ、みんな来たよ。あれれ、今サナピョンとトロバッチ走っていかなかった。待ち合わせをしてたのに何があったんだよ。ひゃー、またあれか、占領されてる感じ、フレア団に。あ、サナピョン、やっぱりここも占領されてるから助けないといけないんだな。え、どうなってるの。とりあえず追いかけないとね。フレア団、何か起きているのかも。今のうちに中を調べよう。わかった。じゃあチョメは中を調べる感じか。あれ、こんな感じなんだ。中に入らないんだ。これ迷路になってるよ。なるほど、このアイテム回収はさ、裏でやりたいから裏でやるわ。ちょっと目的地はどこや。ちょっと迷子になりそう。こっちから入るのかな。はい、迷子です。あのですね、ここが扉でした。わからんかったわ、さすがに。あ、もうバトルする感じかな。なんかベルトコンベアみたいなのがあるね。あ、ちょっとバトルの戦闘戻しとかんやけん申し訳ありませんが、ただいま見学できませんことよ。その赤いスーツフレア団だろ。いつからボール工場でアルバイト始めたんだな。フレア団をバカにしないでよ。行け、クライナ、ここは俺に任せな。君は先に行けよ。お、バトルしなくていいわ。じゃあ行こう、普通に。これ乗ってみる、試しに。なんか右に変なやつがおるから通れそうもないからな。ダメだ、戦わないといけないこれは。はい、じゃあちょっとバトルはカットしてどんどんやっていこうかな。こっちから行けるんじゃん。こうやって、なるほど。この赤いやつには乗る。ここはだから乗れない感じだから先に進まないといけないって感じか。これ話しかけたらバトルになっちゃうのかな。バトルになっちゃった。倒しました。後から戦わなくてもいいって思えばいいかな。上にもあるんか、かわいいね、移動の仕方も。あ、危な、左に巻き込まれたら大変なことになってたよ。下とかは何もないね。あ、ボールがある。モンスターボールがいっぱい埋まってたね。さあ、どっちや、どっちに行けばいいんや。左に行ってみるか。とりあえず左手の法則で行ってみよう。あ、これは回復できる感じ、なんだろうこれ。ゲートが開く。ベルトコンベアの流れが逆方向になった。これでなんか戻るって感じか。これはこれは戻る道やな。なんかどっかがまた変わったんだろうな。ここ入れるの。わ、捕まってる人たちか。ちょっと話しかけてみよう。占拠された、なるほど、かわいいな。ここにもいたのか。赤いスーツじゃないということはフレア団じゃない。まあね、私はピンクで合わしたいな。あ、回復してくれたよ。じゃあどんどんやっていきましょうね。まだ行ってないところはこの右か。うわー、いた。君ここにいたの。ベルトコンベアちょっと逆にしていってみるね。あ、こっちに行けるようになってるやん。ほら、先に倒してたところ。なるほどね。あ、これで行き止まりだったところか。はい、倒しました。逆にしたからこうやってこっちに行けるようになって、こっちに行けるようになったね。あ、ここに入るのかな。わ、いた。あんたさ、フレア団のため働きなさい。そうすればいちいち私たちがボールを運ばなくても済むもの。それともお金を払ってフレア団のメンバーになるとか。500万円くらい楽勝でしょ。君たちフレア団は何を考えているのだ。モンスターボール独占なんか私は許さないぞ。いいんじゃない、そんな人ほっとけば。そうね、他の人が使えないよう爆破しちゃいましょう。あららら、侵入者、侵入者はお前たちだろ。おう、君助けてくれ。あらあら、社長さん必死ね。なんで子供に助けを求める。仕方ない、私が希望をプチッと潰しちゃう。これは何だろう、幹部なのかな。じゃあちょっと実況する。フレア団の幹部が勝負を仕掛けてきたみたい。出るけどずるく、まあ短縮にしてないけどね。同じようやったらちょっとカットしようかな。
ツルクはもう波乗りで1回で倒せるね。陣痛撃ね、怖いんですよね。聞く相手と聞かない相手がいるから、初心者がバレちゃうから初心者って言ってるからいいか。ヘルガーにはね、多分ね、陣痛撃は効かないね。いや適当なこと言っとるからダメですよ。よし、波乗りは効果抜群やから。炎を持ってるっていうのは知ってる。多分悪タイプには効かないんじゃないかな、あれが陣痛力。6080ゴールドを手に入れた。次はダブルかな。何よ、冴えない社長のため真剣にならないでよ。やだ、幹部なのにダサい。いいわよ、後片付けは私たち科学者コンビで2対1でやっつけましょう。勝てる確率は上げたいと。もうびっくりした、待たせたな。まだいたの？関係ないけどね、子供が1人でも2人でも私たちのコンビネーションならさらに勝率の確率アップ。その計算間違ってるよ、科学者のくせに。大丈夫？君の隣で戦うけどいいよね、お隣さん。いいですよ。さあ、強くなったの？カルムのポケモンは。いや、久しぶりのタッグバトルだな。やっぱりタッグバトルって面白いよな、一番。よーし、うわ、やばいぞ、ライボルトがいる。じゃあ全体攻撃の波乗りをしよう。弾ける炎もちょっと使ってみたいな。リザードにしとけばよかった。ちゃんと隣にね行くかっていうのを見たかったからな。雷の木は、あー効果抜群や。光の壁してくれるんだ。まあサクッと陣痛撃を使いましょう。はい、いいね、56まで上がった。黒い霧、黒い霧って確か逃げられんようにするんだよな、確かね。あ、能力変化ね。いやー、技の名前もちょっと覚えてないね。はい、賞金として22,960円手に入れた。あら、まやだ、残念、破れちゃった。ああ、もうモンスターボールもスーパーボールもハイパーボールも奪ったし、ここは引き上げます。わざわざここに来んで道具屋さんを襲った方が良かったんじゃないの。君たち助かったよ、ほんと助かったよ。君たちは若いのに素晴らしいポケモントレーナーだ。よーし、お礼を言おう。マスターボールとでかい金の玉、どちらか好きな方を選ぶのだ。君から選びなよ。マスターボールとでかい金の玉、どちらか好きな方を選ぶのだ。こちら選ぶ人いるの？これ気になるな。でかい金の玉ってお金かな？マスターボールがいいな、無難に。すまんな、金の玉見たかった人は。お礼のお礼だ、選ばなかった方もあげよう。結局くれるんかい。よかった、気になってたからね。もちろん君にも。じゃあ遠慮なく。君たちなら正しく使える、そんな気がするからね。あんなフレア団と違って、言っておくが、でかい金の玉の使い方を私も知らないよ。あ、そうなんだ、売るためのものじゃないんだ。ボールを独占して何を企んでいるのだ。あ、みんな待っててくれた。ねえねえ、今更だけど見学しても大丈夫？まあ、ちょっと遅かったかな。無理だね。フレア団の仕業でそれどころじゃない。フレア団聞いたことあるかも。もしかしてですが、さっきの赤いスーツ？そう、トロバ、フレア団はみんなのモンスターボールを力ずくで奪ったの。なんと、関わり合いにならない方が良さそうな連中ですね。そうだね、トロバッチ、フレア団ひどいもんだね。どうしようかな。タウンマップだと次に行くのは風女タウンかな。あ、ちなみにみんなフレア団です。私 Y だからフレア団なのかもしれない。チョリンとカルムはすごいんだよね。そんな悪い人よりもはるかに強いんだもの。
でも無理しちゃダメだからね。じゃあね。でもわざわざ買えないか。多分みんなフレアなんだな。ありがとう。君のおかげでみんな無事だったよ。でも君に頼ってばかりだと旅で成長できなくなる。じゃあ行こう。さよなら。じゃあ次どこ行くんだろう。あ、プログラムメールを受信した。いいところでいつも受信するね。臨時ニュースをお伝えします。先ほどクノイシティ近くのボール工場が何者かに襲撃される事件が発生しましたが、無事解決したとのことです。なおモンスターボールの販売に影響はないとのことです。これ臨時ニュースも入ってくるんだな。次行く場所知りたいんですけど、どこ行けばいいんだろう。じゃあちょっとね、次何か起こるまでカット。普通にいるんですけど、ここじゃあ右の方行っていこっかね。こっちかな。あ、こっちじゃない、こっちですね。はい、15番道路ブランド。あ、この落ち葉だね。あ、この落ち葉のところもモンスターが出るかもしれない。モンスターってかポケモン。今チャンってなったところはなんかポケモンが出そうだよね。これなんか楽しそう。あ、シャーンってなるの。あ、木の実も落ちてる。なんだこれ、ひめりの実だって。音楽もいいね、すごく。はい、うわー、びっくりした。この辺倒しとくね。